こんにちは、もぎです。今日は打撃のテクニックをちょっと紹介していこうと思うんですけど、今日はいつも絆で、指導に来てくれている野口先生に来てもらっています。野口先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。絆のみんな、コロナでしんどいですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日は、収束した時に、すぐに入っていけるように基礎からやっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあジャブからいきたいと思います。自分はオーソドックスなんで左足前、右後ろ、で構えます。だからジャブは左手になりますね。サウスポーの人は逆で、やってみてください。鏡の前でやってもらいたいねんけど、ジムみたいに大きな鏡がないと思うから、周りにちょっと気をつけてもらって、洗面台の前とかそんなんで、自分のフォームをチェックしながらできたらやってみてください。ない人は言うポイント、ちょっと気をつけながら、やるようにしてください。じゃあ、普通にリラックスした状態で構えてもらって、手は顔の前ですね。いつも言っているように、あんまり高すぎても総合なんで、下がガラキになるから、ちょっとこのぐらいでいいと思います。で、膝を余裕に出してもらって、ジャブからまずいきますね。ジャブは、もちろん、まっすぐ、癖ないように打ってほしいんだけど、キッズのみんないつも見てたら、打ちたい気持ちばっかりで、バン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 っていう感じで、ずっと同じリズムで打つ人多いねんけど、例えばスパーリングになったらずっと同じリズムで打ってたらすぐタイミングが分かってカウンター合わされたりタックルされたりいろいろ悪いところ弊害が出てきます。ですからこういう時に時間があると思うから、いろんなタイミングで打つようにしてください。いつも打ってる位置で打ってもいいし、ちょっと体ずらしてから打つとかで、例えば打つ前にいつも自分一回鏡の前で打ってもら、見てもらって、ちょっと癖がある人いろいろあると思います。ちょっとワンアクション入れてから打ったりしてしまう人、手上げてから打つ人、いろいろ指導の癖があると思うねんけど、今度はそれを逆手に取ってもらって、例えばスパーやってもらったりするときに、癖の時に合わされてるなっていうのを思って、感じたら、例えば癖入れてから相手に打たして打つとか、そんなのをちょっとイメージしながら、鏡の前でジャブ、例えば時間あったらもう10回でも50回でもいいと思います。打つところもボールも顔の前、これは常に守ってください。まっすぐ出す、ちょっとずらしてから打つで、可能な範囲でちょっと足動かしながら打ちましょう。もう切るかなくていいです。綺麗に行きましょう。リラックスして、じゃあ次はワンツーいきますね。1、2、これも一緒です。基本的にはまっすぐ打つんですけど、例えばスパーリングになるとちょっと頭をずらして打つとかいろいろあると思うんで、今日はとりあえず久しぶりなんで基本的にまっすぐ打つ練習してみたいと思います。まずジャブ1ね、1、2、同じところ相手をちゃんと顔を想像して打ってください。1、2で、2ストレート打った時にしっかり腰を回してしっかり足腰肩って無事で手が先に行かない、じゃあここは回らないで下が回って肩回ると勝手に手が前に掘り出されます。で、戻す時も手で戻すんじゃなくてしっかり下半身から引っ張って戻していく。もうゆっくりでいいです。人それぞれスピード、瞬発力いろいろあると思うので、これをワンツーでいきます。ワンツーワンツーツーの時にしっかり左足に乗る。ワンツー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 。次はじゃあワンツーフックいきます。これしっかりツーで左、オーソドックスで説明します。ツーでしっかり左の骨盤に、
膝のあたりに乗った重心を戻して腹筋、まあ、いろいろ打ち方あります。引っ張って打つ場合、前に出て打つ場合、相手の動きによって様々ですけど、今日は基本的に、体の真ん中に軸があるのを意識してもらって、1、2、3、フック打つとき下がって後ろ結構入れるので、相打ちになったときにガードしてた方が強いです。1、2、3、これも下半身で引っ張ってください。1、2、3、1、2、3、こうやりました。で、もう一個よくあるのが、例えば、経験者の人で多いのが1、2で落ちてる人がほとんどです。この左手がここから下からフックでいく人が多いんで、矯正するには時間があっていい機会なんで、1、2、これもしっかり左手顎の横に置いてもらって、3、ここから腰に引っ張られてやや遅れてフック、パン、まあもちろん近くやったらパンって手で打つ時もあるかもしれんけど、基本的には腰のこの回転に引っ張られて左のフックを、腕相撲のような動きだけで言うとパンパン、これを連続でやっていきます。1、2、3、戻す。1、2、3、1、2、3、これも鏡の前でやるようにしてください。以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。